はい、皆さんこんにちは、フラワーティーサシャです。世の中の男性諸君、皆さんね、たまにはアレンジを自分で刺して一位の、ね、女子にこうプレゼントするっていうのはいかがでしょうか。今日はね、そんなことを踏まえたちょっとボックスっぽいアレンジメントを皆さんに教えたいと思います。では早速行ってみましょうというか、やってみましょう。どうぞ。今回はパープレッド系のアレンジを刺していきます。今こちらムーンダストっていうカーネーションを入れました。次にこの赤バラを入れていきます。ここにこれでアクセントラインを入れていきます。スネークボールですね。スネークボールでアクセントラインを入れていきます。はい、こちらで完成です。いかがでしょうか。どうですか。やっぱ少しこう、少しアリアムとかが浮いてきた方がかっこいいんですよ。僕もあのベタベタしたのは好きじゃないんですよね。はい、まあでもちょっと待った、もう一回ここだけ入れようかな。はい、こちらで完成です。では真上から見てみましょう。はい、こちらのボックスフラワーはいかがだったでしょうか。ここにこう下から見ると分かるかな、アップダウンがこのボックスの中でもないと僕は嫌いです。よくこうべったりのボックスフラワーが今流行ってますよね、外人さんが作ってるような。あれはまあもらって嬉しいですかね、まあ、飾るにもあんなべったりだとどうなんですかね。少しやっぱりこう、やっぱアレンジなんでアレンジした方がいいと思います。あれは色の塊だと思いますね。ではまあこれも色の塊なんですけど、これは色の塊でもやっぱり上下がついて、アップダウンがついてるからこう変化があります。アレンジしてるってことですね。僕はちょっとそこにこだわりたいと思います。ではこちらのアレンジメントボックスフラワー、ぜひ作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらのチャンネル登録が見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。はい、ここで皆さんに質問があります。フラワー TV チャンネル登録者1万人でオフ会とデモンストレーションをやりますと言ってます。それは多分場所は六本木あたりになると思うんですけれども、その時にこう不快にこう参加したい方、それかもちろんこの不快の様子も YouTube で流れます。ライブで流れる予定です。それライブで観戦したい方、生で見たいかライブで見たいか、それをクリックしてください。こっちじゃなくてこっちだね。こっちのびっくりマークをクリックすると、アンケートができます。前回こっち言ってたのこっちです。なので多くの方のアンケートをお待ちしております。よろしくお願いします。